塾講師をしているとよく言われることがあります。頭いいんですね、やっぱりいい大学出てるんでしょうね、人気講師になると高級車乗り回せるんでしょ。そんなことはありません。今回は塾講師、中でも社員の塾講師に関する意外な真実をランキング形式トップ10でお伝えします。最後まで見ていただければ、お子さんを塾に通わせている親御さんは塾講師への理解が深まって、よりうまく講師とコミュニケーションを取れるようになるためのヒントが得られるはずです。これから塾の社員になろうとしている人には、入社してからイメージしていたのと全然違うんだけどって思って入社してすぐに辞めることになるのを避けられるでしょう。ただしなんですけれども、ランキング形式といっても統計を取っているわけではないですし、勤め先の塾や役職などによっても状況は異なります。これからお伝えするのはあくまで私の塾勤務経験をもとにした主観によるものです。私は比較的いろんなタイプの塾に勤務してきましたが、全ての塾にどの講師にも当てはまるものではありません。そんな傾向があると私は思っているということで、あくまで参考程度、エンタメとして受け流すことができる方に続きを見ていただけたらと思います。いいですかね。では行きましょう。塾講師の意外な事実第10位は、休みを取れないことです。私は退職する際の有給休暇の紹介以外で、正社員で勤めた複数の塾で合計20年以上有給休暇を1日も使えませんでしたし、有給どころか週2日あるはずの休みも取れず、3ヶ月以上連続で休みなしということもよくありました。休日もテスト運営、保護者会、保護者面談、特別授業、入塾説明会、季節講習での授業、本部での会議、社員研修、入試応援、合格発表確認などがあって、かえって朝早くからの出勤になりますし、1ヶ月ぶりの休日だって思って予約を入れておいた歯医者や床屋に行こうと家を出ようとすると、本部からの電話で、〇〇教室の先生がインフルエンザになっちゃったんで今日代行行ってもらえますかだなんて言われて、予約をキャンセルしてから慌てて教室に向かうなんてしょっちゅうです。39度台の熱が出ても夏季講習中で代行してくれる講師が他にいるはずもなく、自分でも何喋ってるかよく分からず足ガクガクになりながらも授業したことがありました。授業があって生徒が教室にやってくる以上、そう簡単に休めないんですよね。塾講師の意外な事実第9位は、一般企業でのビジネス経験を持っている人が少ないことです。生徒が転塾するように講師もまた転塾する人が多いんですよね。一つの塾でずっと働き続けている人はかなりレアケースです。だから他の塾の内部事情には詳しいんですけど、塾以外の一般企業で働いた経験がある人が少ないんです。担当科目なら最難関校の入試問題を解いて満点近く取れる塾講師であっても、一般企業で働く社会人であれば当然知ってるようなビジネス用語をよく知らない傾向があります。そうですね、例えば次のビジネス用語、 KPI、B2B、PDCA、ローンチ、ロングテール、ブルーオーシャン、あいみつ、アウトソーシング、アジェンダ、リスケってビジネス用語を10個挙げてみましたが、1つの用語の意味を知っていれば10点、全部知っていれば100点のテストだとして50点も取れないんじゃないでしょうかね。他にもビジネスシーン特有の上座の位置だとか、2名以上にもらった場合の名刺の置き方とか、ビジネスメールの書き方とか、企画書作成などもあまり馴染みがない傾向です。塾講師にはあまり必要に迫られないというか、他にもっと重要なことがいくらでもありますからね。塾講師はなかなかに専門性の高い仕事です。塾講師の意外な事実第8位は、退職者が多いことです。辞める社員多いんですよね。生徒によって合う合わない塾があるように、講師もまた勤め先の塾との相性があります。自分に合った塾を求めて転塾するんです。私も学生時代のアルバイトを含めると6社の塾に勤めましたが、そういう人塾業界には大勢います。塾は様々な塾から集まってきた講師で構成されています。保護者面談の場で、先生はこちらの塾に勤める前はどこかの塾で教えていらっしゃったんですかと質問すると、その講師の指導方針を知るヒントになるかもしれません。塾講師の意外な事実第7位は、高学歴の人には意外と向かないということです。大学受験の予備校講師であれば、出身大学が自身の勉強能力の証明になるので、あまり聞いたことのない大学出身だと生徒に不安に思われるということはあると思います。
また御三家レベルの中学受験指導も中学受験特有の難しさ奥深さがあるので、講師自身が難関の中高一貫校出身だと受験指導する前の授業準備予習の段階で馴染みがある問題が多く有利な点が多いでしょう。でも高校受験指導や大半の子たちの中学受験指導に求められるのは、講師の学歴以上にわからないできない子、いやそもそもその前に勉強なんてこの世からなくなればいいのにって思ってるこの気持ち、思考を洞察して、そういう子たちを勉強しようという気持ちにさせて、わからないできないっていう状態の子を、わかったおできたと目を輝かさせるという、講師自身が勉強内容を理解するのとはまた違った能力なんです。高学歴の人は子供の頃から勉強をそれほど嫌いではなくて、成績が悪くて惨めな思いをしてきた経験があまりないという人の割合が多いんじゃないでしょうか。そんな人は勉強嫌いな、勉強苦手な子の気持ちになかなか共感できないものです。車の教習所の教官は F1 ドライバーである必要はありません。同じ理由で塾講師も高学歴である必要はない、いやむしろ勉強ができなくて苦労して経験がある人の方が、できない生徒を伸ばせる講師になれる可能性が高いように思います。塾講師の意外な事実第6位は、最も必要なのは体力だということです。例えば季節講習会では朝から晩までひたすら授業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 で、一応休憩として与えられている1時間も生徒の質問対応、保護者に欠席した生徒の授業の内容と宿題の連絡、授業で使うプリントの用意、ゴミ箱のゴミをまとめて生徒たちの自転車を整理して、来塾された保護者の対応をして、食事はコンビニのおにぎりお茶で胃に流し込んで、トイレに行こうと思ったら生徒たちが使っていて行けず、次のタイミングを見計らうといった感じになります。講習会でなくても授業前は何千枚ものチラシが入った紙袋を持ってアパートの郵便受けに入れに行って、授業後生徒たちが全員帰って、電話がけや本部への報告が終わった夜の11時近くになってから保護者会資料作りを始めて、そんな時間からの作業だから当然終電逃すんですけど、それでも終わるはずなくて明け方まで作業、力尽きて教室の机と椅子をどかしたスペースに段ボールを敷いて、仮眠を取ってから一旦電車のシャツで自宅に帰ってシャワーを浴びて、また間もなく出勤、授業が始まったらずっと立ちっぱなしで、睡眠不足や疲労を悟られないようにしながら10人20人の子どもたちの頭に入るように身振り手振りを交えて表情豊かに全力で説明する、そんな日常ですからね。いくら生徒思いで教えるのがうまくても体力に限界を感じたり健康を害したりした社員から退職していきます。塾講師の意外な事実第5位は、ノルマがきついということです。いや、生徒の成績を上げるノルマであればむしろ望むところなんですよ。でも本部から課せられるノルマは、第1に塾生数、第2に売上、第3に合格実績です。ノルマがあるのは塾もサービス業、営利目的の株式会社なので当然ではあります。でも塾ってサービス業であると同時に教育機関としての性質もありますからね。短期的な利益を追求すると教育の質が下がって、長期的には利益を得づらくなるんです。短期的な利益を追求するなら入塾カウンセリングで他塾の方が向いてるかなって判断した子であっても、自塾に入塾させて本人のためにならなさそうなオプション講座を申し込ませ、合格実績を上げるために本人と保護者が志望していない学校を受けさせるように誘導して、合格率を上げるためには不合格になりそうな学校を受験しようとしている生徒には受験を受けさせないように働きかければ、一時的には利益も結果も出て本部の上司からも優秀な社員として評価されます。全教室ぐるみで生徒を増やすために友達紹介特典として子どもたちに高額な金券を配ったり、合格実績を水増しして問題になった大手進学塾も話題になりました。でも短期的な利益を追求しても長続きしないんですよね。塾はビジネスと教育の難しいバランスの上に成り立っています。塾講師の意外な事実第4位は、教える仕事はほんの一部だということです。塾の社員にとって授業は他の多くの業務のほんの一部です。塾の社員は
教室の年間予算計画を立てて、月次の収支計画と本部への報告、非常勤講師、アルバイト講師の採用面接や労務管理、広告チラシを作成するデザイン会社や新聞折り込み会社とのやり取りや、ウェブサイトの更新などの合間に事業準備をして事業をすることになります。役職が上がって主任、教室長、エリアマネージャー、本部の管理部門となっていくに従って、生徒指導にかける時間が減って、子どもたちの状況を把握するよりも会社の経営状態を把握することに意識がいくようになります。私の塾社員としてのキャリアはエリアマネージャーまで進んで、教室にいるよりも本社にいることが多くなりましたが、こういう仕事するんだったら別に勤め先塾である必要ないなって思って、エリアマネージャーを辞退して教室長に戻り、教室長の職も部下に譲って、最後は役職なしの社員講師になってから退職、フリーになって、今は趣味に近い範囲でかなり限定した形で受験指導に携わっています。私には今の状態が一番自分に合ってます。これで新型コロスケが消滅して海外を自由に旅できるようになれば言うことなしですね。塾講師の意外な事実第3位は、給料水準が低いことです。首都圏の塾の正社員でも役職なしだとざっくり年俸400万円台、教室長で500万円台、エリアマネージャーで500万円台後半といった感じです。で、塾講師ってもっともらえてるイメージだったという人がいるかもしれません。おそらくそのような人は塾ではなく、予備校の特に参考書を何冊も出ている名が売れている看板講師をイメージしているんだと思います。そもそも塾講師は給料が少なくても休みが少ないので使う暇がないですし、仕事が終わるとお店も閉まってます。新型コロスケが流行する前から仕事終わりに同僚と飲みに行くこともなかなかできないんですよね。それでは塾講師の意外な事実第2位に行く前にお知らせです。私は毎日更新、音声とミニコラムで学ぶ保護者のための中学受験3分メソッドという月額音声コンテンツを配信しています。YouTube 動画にする前の試行段階の数に近い内容、ニッチで YouTube 動画にはしていないテーマ、日常のヒントになりそうな話、いただいた質問に対する回答などについてお話ししています。今なら入会初月は無料でご視聴可能です。ご関心のある方はぜひこの動画の概要欄のリンクからチェックしてみてください。それともう一つ、3月19日土曜日午前10時からウェブメディア中学受験ナビ主催で第2回オンライン Q&A セミナーを実施します。この動画の概要欄にセミナーの詳細と申し込みフォームの URL を貼っておきます。ご参加いただいた方には画面越しにではありますがリアルタイムでお会いしましょう。ご質問にその場でお答えしますね。それでは塾講師の意外な事実第2位に行きます。ここまで今回のランキングでは塾講師という職業のネガティブな面を中心にお伝えしてきました。塾講師ってハードな割に条件が良くない仕事だなって感じた方も多いと思います。それは事実です。でも私がそんな塾講師の正社員を長年続けてきたのは、多くの生徒保護者からの感謝の言葉を直接いただいて、そして何より最初は自信がなかった生徒たちが自信をつけて、学力をつけて受験を終えて成長していく姿を目の当たりにすることができたからです。ただ今回お伝えしたいのは、そのような感情報酬が得られるということではありません。塾講師の意外な事実第2位は、塾講師で得られるスキルは汎用性が高いということです。私、塾講師は玉ねぎ剣士だと思っています。玉ねぎ剣士というのは私が大好きなロールプレイングゲームに出てくる職業の一つなんですけど、この玉ねぎ剣士という職業って他のどの職業のキャラクターよりもめちゃくちゃ弱いんですね。ただしなんですけど、そんな玉ねぎ剣士も経験を積んでいくと、最終的にはどんな職業もしのぐ強さに成長するんです。最初は最弱だが最終的には最強というのが玉ねぎ剣士です。そんな玉ねぎ剣士って塾講師に似てるなって思ってます。塾講師って勉強という古今東西多くの子どもたちにとって最も逃げたいと思っていることを、遊びたくて休みたくて大人に反抗したくて仕方がない子どもたちに関心を引き出すように、分かりやすく記憶に残るように毎日毎日試行錯誤しながら教えることを実践し続ける仕事なんですよね。こんな教えるのが難しい対象に、教えるのが複雑なことを成績という客観的かつ詳細なフィードバックに頻繁にさらされながら毎日長時間教える職業は他にないと思うんです。だから塾講師業を追求していくと、聞き手の関心を引き出す伝え方、複雑なことを整理して分かりやすく伝える力、印象に残るような伝え方が身につくんです。
この伝える力っていろんな仕事のいろんな局面で役立つ汎用性がめちゃくちゃ高い現代最強のスキルだと私は思っています。私はこれまで10冊以上の本を出版していて、その全てが重版を繰り返しています。そんな風に多くの方に読んでいただける本を執筆するためのコツがあります。それは事業をするように書くことです。私のこの YouTube チャンネルは最初の1本を配信してからまだ1年経っていませんが、おかげさまで3万5000名様にチャンネル登録をいただいて、配信した動画は何千何万回も再生していただけるようになりました。こんなに多くの方に動画を見ていただけるようになったのは、事業をする時のようにお伝えしているからだと自己分析しています。いやー、塾講師してきてよかった。塾講師の意外な事実第1位は、全ての職業に就く人に影響を与えられるということです。社会の教科書に第一次産業、第二次産業という言葉が出てきます。第一次産業は農業や水産業など自然から資源を採取する産業、第二次産業は一次産業が採取した資源を生産加工する工業、建設業などを指します。そして学習塾などのサービス業は第三次産業に分類されます。でもですね、塾は三次産業であると同時にゼロ次産業って言えると思うんですよね。だって子どもたちに勉強を教えて、その教え子たちは世の中のさまざまな仕事に就くことになるわけですからね。全ての職業の元になるのを伝えることができるのが塾講師という仕事です。社会的地位が高いとされている職業、例えば政治家、国家公務員、医者、弁護士、大会社の社長にも子ども時代があって、塾講師は将来そんな職にも就けるように子どもたちを教えるわけですからね。職業に上も下もないですが、それでも一つだけ最高の職業を一つ挙げろと言われたら、私は塾講師か旅人って答えます。あ、旅人はただの私の個人的な人生の最終到達地点だと考えていて、それはまあいいんですが、実は塾講師ほど影響力がある職はないと勝手に私は思っています。子どもたちの可能性を広げるお手伝いをすることで、やがて日本に、いや世界に幸せな人を増やせていけたらいいなって思ってます。ということで、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回は塾講師の事実と言いながら、多分に私の主観で突っ走った内容になりましたが、塾講師という仕事に新たな視点が得られたら幸いです。さて、実は今回の配信は99本目で、次回の配信は100本目になります。100回目記念ということで、これまで私がお伝えしてきたことを凝縮して、いやむしろ全力で解放して好き勝手に話すことを予定します。その上で動画の最後に皆様にお伝えすることがあります。100回目の配信を見逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。